ちは、大洗高等学校マーチングバンドブルーホークスでございます。今日はようこそ聖地大洗に、お越しいただきました。それではですね、皆様の、お越しいただいた感謝の意味を込めまして、ガールズ&パンツァーの曲から2曲続けてお送りします。ございました。ガールズ&パンツァーの曲から2曲続けてお送りさせていただきました。私たちはですね、大洗高等学校という、学校のマーチングバンド部です。こちらの高台の方に、位置をしておりまして、毎週というわけにはいかないんですが、毎月、機会があればこちらの方で演奏もさせていただいております。全国各地で演奏の機会をいただいているんですが、必ず全国各地でこの曲からスタートします。それでは水戸黄門のテーマをお聴きください。
がとうございました。水戸黄門のテーマをお聞きいただきました。私たちはですね、先ほど全国各地で演奏の機会をいただいているということを申し上げましたけれども、北は北海道、南は、九州の方まで、遠征に行ってですね、演奏をさせていただいております。今年は夏に、長崎県の方に、お伺いをして演奏をさせていただきたいと思いますが、今年度はですね、海外の方にも行って演奏をさせていただく機会があります。で、海外に行きまして、水戸黄門のテーマを演奏しましてもですね、すごくこうしらーっとしんとしてしまうものですから、その時にはディズニーの、曲を演奏させていただきます。続いての、曲は It's a Small World をお送りします。皆様でこうご来場いただいてですね、たくさん今にぎわっている大洗町ですけれども、2年前の震災の時にはですね、今皆様がお座りになられているところにも車が流されてましたりとか、船が流されてまして、ひどい大変な状況にありました。で、この2年間かけましてこのように皆様がですね、お集まりいただいているというのは大変私たちとしては嬉しい限りです。続きましては、007のテーマをお送りいたします。皆様のハートをキャッチできるような演奏ができるかどうか、どうぞご期待ください。
007のテーマをお聴きいただきました。皆様のハートキャッチ無事にできましたでしょうか。いやいや、ありがとうございます。私昨日ですね、大洗町の方に所用がありまして行きましたらば、たくさんカメラを持って写真を撮ってらっしゃる方がいましてですね、何回も何回も同じ角度なのかなと思いながら撮ってらっしゃるんですね。で、右手にiMac ですかね、パソコンと一緒に並べながら何をやってらっしゃるのかなと思ったら、ちょうどアニメで映ってらっしゃるところを寸分違わずにこう撮り押さえようっていう、すごいこうやっぱりこう最後の最後までこうクオリティを高くいくっていうのは素晴らしいなというふうに思いました。で、大洗高校なんですけれども、私たち全国募集を今しておりまして、県外からも、生徒が、入ってきております。で、寮がございまして、大洗町に協力いただきまして、その寮の方で男子寮女子寮の方で、寮生が住みまして、音楽をやるという生活をしております。洗車道はないんですが、どうかですね、マーチングバンドをやりたいというお子さんもしいらっしゃいましたら、お声掛けいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、続きまして、桜という曲をお送りさせていただきます。どうぞお聴きください。
ました。伊佐浜神社の方にもですね、もう間もなく桜が咲いてくるかなと思われますので、またその時は伊佐浜神社の方にもお越しいただければなと思います。それでは、もう一曲お送りいたします。マーチ雷神をお送りします。マーチ雷神を、お送りいたしました。マーチングバンドって大変こう前から見てますとぶつかりそうだなと思いながら、見ていただけると思うんですけども、一歩 62.5 センチで動くという方式といいますかですね、ルールがありまして、そのルールに従って動いております。ですので、ぶつかりそうに見えてぶつからない。でまたぶつかる時には楽器を絶対に壊さないようにというふうにですね、人間は怪我をしてもいいけど楽器を壊さないようにというきつい指導でやっておりますので、子どもたちも必死に楽器を守るために、楽器を避けてっていうような形で動いております。それでは、続きましては1曲バラードを、お送りいたします。またこちらもディズニーなんですけれども、こちらはディズニーランドの方のですね、ミレニアムセレブレーションというショーの中から We Go On というバラードをどうぞお聴きください。
ディズニーから We Go On をお送りいたしました。非常に早いものでですね、次の曲が最後の曲となってしまいました。もちろん最後の曲は皆様にプレゼントの意味を込めまして、ガールズ&パンツァーの曲をお送りさせていただきたいと思います。私たち全国各地で演奏させていただいたりとかですね、あとはコンテストに向けての練習ももちろん大事なんですが、こうやって大洗町に来ていただいて、いろんなお客様に聴いていただけるということが一番幸せなことだと、大切なことだと考えております。またいつの日かですね、皆様の前で演奏させていただくことを楽しみにしながらまた頑張っていきたいと思いますので、どうぞ最後の曲をお楽しみください。それではガールズ&パンツァーから1曲お送りします。お家までお帰りください。本日はありがとうございました。